似ている、様子煮物煮込みまたは、煮物料理とは、煮て調理された料理。一般的に煮込みと呼ぶものの方が食材が柔らかくなるまで、比較的長時間加熱を行う。水に食材を入れて加熱する。加熱した食材だけでなく、加熱に利用した液体も利用する場合がある。水などの液体を加熱して沸騰させることを煮るといい、この調理法で作った料理を煮物と呼ぶ。 食材への、さらなる食味浸透を目的に、時間をかけて煮ることを煮込みと呼ぶ。蒸発を目的として煮る調理法を煮切りと呼ぶ。中国厚生省の洞窟遺跡で、世界最古と思われる2万年前の土器が見つかっており、北海道の大正遺跡群の調査によって土器が、最初に料理に使われたのは1万4000年前で、あるとされている。 オランダフロー人間大学のピーター・ジョーダン博士らの合同研究チームの研究によって14000年前の土器から酒増し類を煮炊きした痕跡が見つかっている。煮物には様々な種類がある。一般的な日本料理の煮物は、だしに加え、醤油、日本酒、みりん、砂糖や味噌、塩、生姜汁、油などを味付けとして使う。技法は、 素材の色や風味を生かすよう、だしや薄口醤油を使用した薄い煮汁で煮る方法、砂糖や濃い口醤油を使い、素材に濃い味が染み込むように加熱調理する方法、その他の素材に応じて幅広い方法がある。多くの素材ではずっと火にかけ通しても煮崩れるだけで味はそれほど急に染み込むことはなく。 一旦火からおろして冷める間に味が染み込むので改めて火にかける。もつ煮の場合は煮崩れは少ないものの味が染みにくいので弱火で長時間煮るなど素材に合わせた火加減が重要であるいは野菜の煮物にみりんを使うと身が締まり固くなりやすいので使用を避けるなど調理の手法は様々で単に作るだけならば簡単ではあるが美味しくかつ見栄えよく作るのは難しい料理である。 煮炊きは、おかずを煮たり、飯を炊いたりすること。煮て、煮物と炊飯をして飯作る、炊事、料理を指す方言がある。炊く炊くという言葉を、特に西日本で使用することがあり、煮ることを炊く、煮物のことを炊いたんということがある。煮物は最も一般的な料理であるため、煮る方法によって様々な呼び名が付けられている。贅沢に魚類。 海藻類、十肉類や菜類、ありがとうございます。